あー、ついにレベル5。いいな、なんかああいうね、スーパーデラックスでもあったけど、いいね。なんだあの城。この花はファイアフラワーじゃないな。普通の花だな。ひまわり？ひまわりでもないな。体力がね、ちょっとやられとくかも。やられとくのが吉。ほうきがいいか、パラソルがいいか。パラソルの方が、なんか射程が長い気がするな。あんま変わんないんだろうけど。いいな。ジャンプと Y ボタンの同乗し。普通に何もせず食らいに行ってしまった。うわあ、あんまり壁際にいない方がいいな。ストゥーンが落ちてきちゃう。あ、ナイス。このエナジードリンクみたいなのさ、体力2、ああ、体力2回復だと思うんだけど。え？え？踏めもしない。あ、ファイヤー。あ、これで溶かしていけってこと？あ、俺はもう楽勝だな、そしたら。だからどっかに隠しのフラワーがない限りは。全然。いや、鳥だな、ここは。鳥だしょ。鳥強い。え？嘘。なんで？あ、その上で踏んじゃダメなのね。マジかよ。え、じゃあさっき踏んでたってこと？ショックだな。ちょっと初見でね、ミッションクリアできると思ってたんで。初見ミッションクリアならず。残念。無念ですね。氷って何だったっけ？あ、なんか毎回忘れちゃうな。この使い勝手の悪いやつ。お、いいね。坂を登る氷。下っても欲しいけど。これは叶わぬ願い。ちょ、隠れてる。やばい。めちゃくちゃなんか食らってるなぁ、ずっと。うわぁ、星のカービィ3めちゃくちゃダメージ食らいまくってんな。いや、これ本当にやったことない人はやってほしい。結構本当にね、スーパーデラックスに慣れてるとこの操作性がね全然違うんだよね。おぉ！まあ、今、ニンテンドースイッチのね、オンラインに入ってればみんなできますから。これはね、やってこの違いを感じてほしい。どっちもあるからね。ごめんね。ごめんね、ごめんね。うわぁ！メトロイドのあいつじゃん。みたいな感じじゃん。違うけど。
ポンドラええね。わあ、強制スクロールだ。下なんかありますか？なさそう。わあ、なんか迫ってきてる。何かが迫ってきてる。なんか下にありそうなんだよな。で、こういうのってやっぱ下行っちゃうよね。でもカービィ3って多分何にもないんだよな。飲み込まれている。これ雪崩ってこと？ああ雪崩に巻き込まれる。ちょっと危ない。あ、なんか上にありそうだったな。上にもステージがある、もしかして。いや、可能性あるな。ここはアイテム収集のミッションかもしれん。もしかしたらアイテムというか、なんか誰かを収集するミッションかもしれないね。暗いすぎなんだよな、本当に。え？本当にメトロイドのあれじゃん。ん？これは、なんだろう。何もない状態で、あぶね、食らってないんだよな、ダメージを。どうしたらいいんだろう。吸うとか違うな。どうしたらいいんだこのメドロイドは。ん？え、分からん。え、このメトロイドどうしたらいいの？違うのか。どうしたらいいんだろう。このメトロイドさん。え、全く分からん。ゼロ。もう、理解力ゼロなんだけど、私の。ちょっと、ヘルパーを出さなきゃいけないとかある？いや、ないな。何もしてくんないもんな。なんだろうな。え？何？え？何？すべてに脳みそ吸われろってこと？ちょ、全然わからんな。おい、行け！走れ！走って！ちょっと。た、取っとこう。わあ、また雪崩か。あ、取ってる暇はない。私はこのままゴールするぞ。
ひえー結構スピード速いな。あーやばい、走ってカービィ、走ってカービィ、カービィ、おい入れた、危な、サムスじゃん。結局何だったの？全然わかんなかったんだけど、全くわかりませんでしたが、あ、川崎じゃん、コック川崎。その残り物に攻撃判定あるの何なの？ニードルじゃないんだからさ。鳥でしょ。間違えた。ここは袋で行かせていただきます。フクロウによる敵虫、敵虫進み、あー危な、おお。あ、この高度維持できるのが相当強いよな、鳥は。やば超強、超強、めちゃくちゃ強い。速度の速さはやっぱり命だな。ああ、おいけ、あ、いけいけいけ、お、よし、ああ、やばい、強制スクロールになった。おい、いや、カービィ3やっぱむずいよ、むずいと思う。おお、めちゃくちゃジャンプする。ジャンプ力高。ジャンプ力高し。え？何これ？氷の岩が。危な。カービィやっぱ受けちゃうからな。ん？わあ、どうしようかな。こいつかな。ここは水のステージっぽいしな。じゃあもっと先に欲しかったんだけどな。あ、出た。幽霊ワドルディ。わー出た、フライパン、1,2,3,4,5。は？何が？何回叩いたかってこと？え？全く、え？意味が分かんないんだけど、え？え？何？え、ちょっと待って。何にも分かんなかったんだけど。どういうこと？え？え？ちょ、むずい。むずすぎだろ。意味が分かんなかったんだけど、今の。どういうこと？この、あぶね、ああ、当たっちゃった。マンボウ、あれだね。攻撃の発生が遅いかもしんない。うわ。川崎全然
全然わかりませんでした。そんな顔されても。もうちょっとわかりやすくしてほしかった。